あの月曜から夜更かしでおなじみの株主優待生活のケロテンさんがガチャガチャで登場。1回200円、今回は全6種類のスタンプ。お小遣いが少ない中頑張って1回だけ回してきたので、何が出たのかはお楽しみに。月曜から夜更かし、にゃー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 って言って、え、今日もこの動画を撮ってるのは全然関係ないけども、木曜日の夜更かし1時50分、ちょっと前ですね、49分26秒です。はい、どうもこんばんみ、こんばんみと、なんであのね、月曜から夜更かしから入ったのかと申し上げますと、今回あの月曜日から夜更かしで有名になられました、金谷さんのガチャガチャ、お、ガチャガチャですね、ガチャガチャ、金谷さんのスタンプのガチャガチャをね売ってたんで、ちょっと買ってきました。そうですね、見えてるんですけど、生涯ちゃう、全然ごめんなさい、優待生活金谷さんの、って書いてます。まあ早速パカッて開けて見ていきましょうか、ね、では参りますね。パカリとね、パカリと開けました、パポンと開けます。さあ今回これ1回200円です。何が出たんでしょうか。金谷さん僕大好きですね、あのもうチャリンコで、ね、猛ダッシュしてるあの姿。では行きましょう。おっ、あいいですね、これは聞きたいんですって書いてます。ちょっと袋が出してみますね。ストライク聞きたいです。あの聞きたいさんのあの有名なボーリングシーン、皆さん知っておられますか。あのもうじゃんじゃんバンバン、もうね時間ないからもうとにかく投げまくるっていう、あの聞きたいさんのボーリングスタイルね、あれたまりませんね。あのやっぱ見てる方もすごく楽しいです、金谷さんのねボーリング、まあ、あの生活自体がねたまりませんけどね、見ている方はね、まあ因縁はこんな感じですね。はい、ストライクと書いてます。まあまあ、あのこの周りは特に何もないんですけど、プラスチックの素材で、はい、ちょっとスタンプ台がねちょっと今ないんでね、試しに押したりはできないんですけども、まあまあこんな絵が出るんでしょうね。桐谷さんの今回はボーリングのスタンプが出ました。嬉しいですね、まあ、何が出ても嬉しいんですけど、なんかこれいいですね。ちょっとね順番があれなんですけど、他に何があるんか見ておきましょう。中にあるねこの帯ですか、これ順番おかしいですけど、タカラトミーさんが出されております。キギタニです、全6種類ね。優待生活、キギタニさんのメッセージスタンプ、あ、これ有名なあの自転車で爆走するようなシーンがね絵にされております。使い方いろいろ、キギタニさんの楽しいポーズで個性的な伝言メッセージを残せるよ。では種類的に見ていきましょう。こういうのがあるみたいですね。どうだ、これが、じゃあここから見てください。種類は全6種類で、スケジュール、ね、時計の絵が書いてあるようなやつと、おなじみの立ちこぎポーズ、自転車ですね、ギターにです、特急って書いてます、急いで、で今回出ました桐谷さんお得意のボーリングポーズですね。そしてこれは2種セットになってますね。桐谷ですとプラス OK という2種類のスタンプ、あ、これいいですね。ちょっとこの OK なんかこれ結構ねスタンプ使えますね。この OK スタンプどこで使うんか言われたら難しいですけど、あ、書いてますね。回覧書類に押せば人気者、こんな会社でずこだしばかれますけどね。まあ、とりあえず、あ、この使ってみようかな、これ出たら。はい、こういった2種類セットのスタンプ。そして、これですね。
こちらも2種類セット、優待生活プラス住み、この曲この辺なんかこうちょっとちゃんと言ったおかしいけども、使える感じのねスタンプ、使える使えないね、うん、まあいいや、うん、使えない使える使えないどっちでもいい、うん、といったスタンプ2種のセットですね。そしてあこちらも2種セットいいですね。これは桐谷さんらしい感じですね。株は忍耐プラス好きです、プラス好き好きですは僕ないか、桐谷さんっぽくないけども好きです。告白上手になっちゃおう、これでねぜひ告白してね成功した方があればね、ぜひ YouTube などで動画上げていただいたらね、あのちょっと見に行くんでねお知らせください。まあ多分それで成功したらねすごい有名になるんでしょうけどね、お知らせ込んでもすぐ見つかると思うんですけども、はい、以上ね、ちょっと縦で、まあ、横にしたら見にくいんで縦になっちゃいますけども、全6種類の桐谷さんのメッセージスタンプ、今回は桐谷です、ストライクボーリングタイプのスタンプが手に入りました。よかったです、嬉しいですね。桐谷さんアップいっときましょう、寄れるかな、おっとこの前かっこええな、株主優待生活いつかそんな風になれるかなと思いながら桐谷さんへの憧れを言いつつ今回はこれで終わりたいと思います。はい、朝よろしくお願いします。はい、ちょでは最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さようなら。はい、どうもこんにちは、いつもおもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですねちょっと予定外だったんですけども、あの近所にあのガチャガチャがいっぱい置いてあるちょっとあのお店みたいなのがあって、そこにあの小学生の皆さんがいっぱいいたので、なんだかなって多分あれだろうなと思って行ったらやっぱりありましたね。これですね、ちょっとね第3弾はもうなかったんですけどね、第1弾と第2弾があったんで、またまたちょっと第2弾ですか買ってきましたね。これ4つちょっと買ったんですけども、今日ねちょっとあの本当はちょっと今日あげる予定ではなかったんですけど、あの協力してくれたあの子がいてまして、ちょっとすごく楽しみにしてたみたいで、いろいろちょっと聞かれたんで、はい、今日ちょっと緊急であげたいと思います。ということでいきます。